皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もエルダースクロールズオンライン、ビルド紹介やっていきましょう。第3弾目ですね。今回ご紹介するのは、私のメインキャラの、3人のうちの1人、その中でもメインキャラと一番最初に作ったキャラクターですね。私がノルドの、スタミナビルドのドラゴンナイト、バルバラ・グレイメーンというキャラクターのご紹介を、今日はしていこうと思っております。近接の物理ですね。ノルドですからやっぱりね、前回のね、イデアさん、そして前々回のアムラエルちゃんみたいな、まあ、遠隔物理、遠隔マジカの2人とはちょっと戦い方がちょっと違う。もう敵にね、どんどん寄ってって強烈な一撃を叩き込むという、ね、見てください、後ろのね、両手剣。これはエボンハートパクトのモチーフの両手剣ですね。かっこいい。で、あれですね、このバルバラさんが今装備してるね、胴体がこれね、リリース・ティターンボーンというファイブコンパニオンの1人、ノルドと巨人の、ハーフの女性のモチーフを、まあちょっと似合うと思ってバルバラさんに着せてみたんですけど、やっぱり似合う。うん、ちょっと待って、はい、似合うね。まあちょっと漢字も少し似てるしね、リリスとね、ハーフジャイアントじゃないだけっていう感じ。まあ私ノルド大好きでね、まあそれもこれもね、私のこのエルダースクロールズの入りが、まあスカイリムだったということもあってね、やっぱりノルド中心の物語でしたから、あれは。やっぱりノルドに思い入れがだいぶある感じです。で、やっぱりね、このオンラインでも、ね、自分のキャラクターをノルドにしようと決めて、バルバラさんを生み出したという感じです。まあ、グレイメーンと名前を付けたのは、やっぱり、クラフトもしっかりやっていこうというキャラクター。まあスカイリムね、いますね、スカイフォージで、ね、トンテンカントンテンカンしている同胞団の武器を作るエオロンド・グレイメーンというね、スカイリム屈指の鍛冶屋。まあその彼、まあその彼っつってもまだ生まれてもいないんだけどね。、うん、このバルバラがね、グレイメーン家の始祖となるという、まあ私のロールプレイ、まあ、だからエオルンドにね、この血脈が受け継がれていくために、やっぱりバルバラにもね、家事の方、まあ家事とは言わずクラフト、頑張っていただこうと思って、まあ最初のキャラクターですからね、いろいろやらせる必要がある。スカイシャード集めたりね、まあレベリング的にもね、戦闘を切ってね、チャンピオンポイントね、稼いで、まあ他のキャラクターにチャンピオンポイントを振り分けるために頑張ると。でもうね、私のキャラクターの装備なんていうのは、ね、大体はバルバラが作って、ね、アンドロモさんに渡して、ね、渡してくれという感じでね、まあ、作ってますんで、ちょっとねスキルの方も見てみましょうか。ご覧の通り、私のでもバルバラはまあどちらかといえばこの火事場ね、火事で、ね、武器防具を作るということをメインにしてますから、あんまりね、どうした、巨人と和平を結んだ人だわ。そうだよ、知ってた。ああ、やっぱり有名ですよバルバラは。
ね、あの調理とか富士とか、ね、宝飾、宝飾もまだちょっと手つけてないんですけども、まああのライリちゃんがね今んとこ全部、ね、クラフトを50にしたというところもありますんで、宝飾はもう彼女に任せようかなと思ってるんですよ。まあなのでバルバラはもう完全に家事、ね、縫製、木工、まあ、錬金術はちょっと訳あって50にしてますけど、これも後でちょっと説明することはあるかな、うん、この薬効ね、薬の効果が 30% 長く持続すると、これが大事なんです、すごくすごく大事なんです。これだけのためにあの錬金術師、錬金術じゃない、錬金術を上げてください皆さん。まあだからあのなんていうのかな、あの効率悪いんですよね、みんな50にしても、うん、あの1人50にしてね、このね研究というものを進めるわけですよ、ね、今んとこバルバラ、ちょっと待って、これね私ね決まり事があります。クラフトするときは、ね、この格好にしない、ね、同胞団の戦士というスタイルの名前にしてます、ね、今回のタイトルでもありますね、同胞団の戦士で鍛冶屋、これにすると、そうすると、ね、ご覧の通りちょっとクラフトしやすそうな格好して、ね、後ろにハンマー持つと、これでねもう刀剣をね、熱い鉄をぶったたいてね、熱い鋼をぶったたいて、うん、高価な刀剣とすると、よいしょー、いい、あ、ちょっと、よいしょ、こういうの大事ですよ、ロールプレイングゲームの。ね、気持ちが乗るっていうか。で、あの、今説明途中になりましたけどね、余計な茶番を挟んでおりましたけども、研究、うん、これが大事でね、これがあの進んでないと、例えばね、あのセット装備なんかを作るときに、このね、研究がね、いくつか、まあ今、バルバラのこの斧は1、2、3、4、5、6、7、8、うん、8だからね、8個クラフト研究が済んでないと作れませんみたいなね、この各、あの斧だったり、線痕だったりね。だから私の場合、ね、線痕であれば、だから7つとか8つね、あの、クラフト研究が進んでいる必要がありますっていうものは作れません、うん、まあご覧の通り、まあ基本的にはね剣とね両手剣、そして短剣、うん、を私のキャラクターはメインに使うんで、ね、この辺りだけはね全て研究を済ませておくと、うん、いう感じでね、まあこの研究にあのリアルの日数がだいぶかかりますので、まあ何キャラもねこれをやるというとだいぶしんどくなってきてしまう。だから一キャラにこういうね、うん、なんだろう一キャラにこういう研究をまあ任せて、まあ他のキャラは、まあ、クラフトは他のキャラに任せるとかね、まああとはあのなんだデイリークエスト用に、まあ、50にだけしとくみたいなね、うん、まあそんなやり方しないとちょっととてもじゃないけど現実的じゃない。斧は今研究中なんだね、うん、これで斧全部開くんだ、あと19日、リアル日数19日です、これだいぶかかるね、うん、とまあこんな感じで防具とかね、胴当て、サバドン、コテ、頭、グリーブ、ボルトロン、ガード全部開けてるね、うん、まあ家事は、うん、防具は全部どんなものでも今クラフトできますと。セット装備はね。で、武器に限ってはもうちょっと19日経つと斧もできるようになって。うん、で、基本的には剣。短剣、体剣、ね、片手剣。このあたり、あ、でも両手斧もだいぶ進んでるな。うん、あと注入入れるだけ。注入、今入れれるな。ちょっと探しゃ。まあ、いいか、これは。こんな感じで、このゲームね、始めたばっかりの人、クラフト頑張ってください。まず、レベル上げるとかよりも、うん。クラフト頑張る方が、優先させた方が、多分、後々楽になってくるかな。うん、だから、このね、研究っていうものを、まあ、
とにかくする、うん、でクラフトをどんどんねあのレベルが上がっていくと1日に研究1日っていうか1回に研究できる数がねご覧通りありますね3分の1と、まあ、3つまで研究できますよとこれも3つまで研究できるようになってフルでね研究していくとで装備ねあのこのなんだ特性がついてる装備見つけるの大変だよっていう人はあれですギルド商人、うん、で買ってくださいあの安く売ってますんで、うん、あのニルンホールド以外はニルンホールドと神々かな、うん、以外はまあ安く売ってますだからすぐにまあ6ないし7ぐらいは、うんまあ、研究はねお金かけずにもできるはずなんでこれねまず大事ですクラフトをまず1キャラ育ててください、うん、あのメインキャラじゃなくてもいいですサブキャラでクラフトやらせるとかね、うん、でスカイシャドウを集める旅に出てみたりとかあとスキルポイントもらえるクエストだけやるとかね、うん、そんな感じで、まあ、スキルポイントたくさん取ってうんまあクラフトのスキルにね振っていくという形あとどうだろう仕立て台とかうんローブあ、またのやつ結構あるな。ニルンホールド。ホーンとか。手と頭。手、頭。肩。手、頭、肩。軽装は手と頭と。肩。あ、でも頭と肩は、なんならモンスターマスク使うから、ここ別に、ねえ。優先しなくていい。どっちかっていうと手、これ手は開けといた方がいいかな。中層だね、これね。どうなの？頭、肩。頭、肩だけやっぱりニルンホーンドやってないね。軽装の手か。木工は？木工はでも全部済んでる気がするな。縦は OK でしょ弓、豪華の杖、氷の杖、稲妻の杖、火力の杖、全部終わってるね、うん。研究済みです。ちょっと買い出し行ってみますか。ビルド紹介だけどね。ごめんなさい、うん。これ結構大事だと思うんですよ。ビルドを見る人ね。やっぱりこのゲーム、日が浅い方だと思う。大事なものだと思うんで、こういう研究を重視。なんかこうね、自分で作る、うん、セット装備って結構使うものもあるんで。まあ、有名なので言えば、イカレルフンディングとか、ジュリアヌスの掟とかね。何か私にできることはある？軽装の注入だっけ？あ、じゃあごめんなさい。わけわかんなくした。あえて嬉しい。ギルドストアね。防具、軽装、手。で、手で特性が、あまあ、これは全てでいい、うん。どれでもいいんで、ランクは。特性が注入だね。うん、で、富士も何ついたっていい、別に。これで送信。ありますね。150! これもらおう。これを購入しますと。そうすると送られてくるんで。ソーシャルメール。はい、送られてきた。これをいただいて、メールはね、必要なメールは削除します。溜まっちゃうんで。で、これを研究しますよ、と。あ、こっちじゃない。橋渡んなきゃいけない。で研究するとん？あ、ごめん、注入じゃねえ全然注入じゃねえや注入なのは斧だわ斧じゃねえや、あの量なんだっけもうごちゃごちゃなっちゃったニールホンドか、そうだよねそりゃそうだよなんでこれ買ったんだろうなんだっけ、両手斧の中なんか今注入だったんだね、確かにそうだそれですんげえすっとぼけしちゃった。
ニールンホンドだから高いよな。今あんまりお金持ってないしな。ちょっと待ってね。ニールンホンドか。さあ、ここ。ここまでは OK だね。ニールンホンド。さすがに売ってませんね、こう。あの、大手のギルドじゃないとね。なかなか。検索長い。いや、欲しい商品、欲しい商品があるんですよ。ないね。ごめんなさい。ちょっとむしゃくしゃして。何か私、もう一回聞いてみよう。なんだろう、更新中なのかな。ないか、うん。ちょっと待ってね。お金は絶対足りないと思う。7000いくらで買えるわけないと思う。ネッチの接触。この辺りは本当はね、崩したいんですけどね。で、オートマトン。クリティカル耐性欲しいな。ムンダスついてるやつは売りたくないな。オートマトンの胸当てとかね。これはでも、これでも持っとくか一応。どっかで使えそうな気がするんだ、これ。いや、足りねえな。1万程度じゃ足りねえ気がするな。ちょっとね、思い切ったことしようかな。ああ、そっか。これは、バルバラは、あった。23個しかないのか。これ、痕跡、溜まった痕跡結構売ると高かったりするんで。で、200個大体溜まったりするんですよ。普通に冒険してたらね。ちょっと待ってね。いろいろカットしてると思いますよ。この先。このね、首都、ね、各同盟の首都。ボンハートパクトであれば、このモンホールだね。そして、アルドメリドミニオンであれば、ユテンルート。そして、ダガーフォールであれば、ウェイレスト。このね、旅の祠のすぐ近くに、だいたいギルド商人があるっていうのは、もう本当使い勝手がいい。どうも。その中でも、このモンホールドは使いやすいです。なぜかっていうとね、これ、周りにね、クラフト施設が全部揃ってるんですよね。あちらに見えますね。だクラフト施設、あそこに宿屋があるから、あそこでね、食事とか作れる。ここに家事。で、隣にね、ちょっと見づらいですけど、木工が。ね、あそこに木工台あるんですよ、あそこ。オーディネーターの木工。ね。まだクラフト施設の、内側に、輪っかの形でこう、ギルド商人がバーっとね、露店を開いてて、その中央部に祠があるんです。使い勝手すごい。こんにちは。こんにちは。あ、安い。安いな。でもここで買わないんですよ、私は。これがウィンドウショッピングです。何かおさ。2100か、2100台なんだな、今のところ。一番最安値の目安。正直。どうなの？あ、ここちょっと高め。高めじゃないんだよ。安いのが売れているんですよ。何か。あそこのギルドさんが高く出してるってわけじゃない。さあどうだ。2499。2100かやっぱり。どうだ。あ、2499も結構あるな。計画よりも時間がかかってる。何かおさ。ニルンホンドの防具、安いやつを探しますよ。一周してきたわね。じゃあすいません、いただきますよ。これを購入します。よかった、安くて。
それでこれを研究しちゃう。そうすると何日だっけな、30日以内だと思うんですよね、あのランク3まで上げていれば。研究で、ね、ミルンホーンド研究可能。これを研究しますと、27日、かかります。まあだからエルスウェアが一段落ついたぐらいかな。だいぶ先ですね。よし、これで、まあ、ね、頭と肩はまあ別にね、研究全部進めなくてもいいかな。まあ、あの、ちょいちょいね、ミルンホーンド安く売ってたら、まあ、やっていくぐらいでいいんじゃないかな。と、まあ、こんな感じです。うん。私も冒険に出られたらな。で、ちょっと、全然紹介してなかったけど、この家事をするときの服、なかなかいいでしょ。白シャツに、革の胸当てをね、あのやっぱりね、ハンマーとか、ね、刃物とかを、まあ、扱う仕事なんですから、ね、大事な部分を守っておきたいということでね、左肩、そして胸、ね、そして太ももを革で、あとそこにはね、あの、この腰部分の革のところにはあのちっちゃいバッグついてますんで、ね、ここに、ま、このもの、まあ、工具なんかをここにちょっとしまったりしてね。で、やっぱり足はね、あの、鉄とかをね、扱うときは、やっぱり安全靴をね、重いものを持つときはね、やっぱ安全靴。というわけで、まあ、足の甲をね、ちゃんと鉄で守ってるような靴を履かせるということです。これでも、あの、ブラッドフォージのセットなんですよ。この胸とね、足。だからちゃんと組み合わせとしてもいいですし、足はね、これ無法物だったかな。これなかなか良くてね、これ使ってるキャラ結構いますね。私アラーダさんとかね、あのレッドガードよし、じゃあ早速やりますか。ビルド紹介でやってんのに火事の火事クラフトのご紹介してたわ。ちょっと待ってね。まずは着替えましょう。鉄道砲弾の戦士、うん、ちょっとねここ騒がしいから、まあライリちゃんの家行きますか。結局どうせ暴れんだからいつもの場所ですよ。ちょっとなんか他のなんだろう、ギルドの仲間のね、お家行って、そこのあのなんだろう、スケルトン、うん、ちょっと借りるみたいな感じでもいいかなよし、いつものスケルトンアルゴニアン君がいますね。さてと、ね、じゃあまずは、装備のご紹介からしていきましょうか。装備のご紹介というよりもこの、ね、ビルドのコンセプトっていうものをご紹介しましょう。ね、あのタイトルにもなってます、ドーボルダの戦士。まあノルドのね、分かりやすい、皆さんあのエルダースクロールズやってらっしゃる方なんかは、ね、ノルドと聞くと、まあね、蜂蜜酒をね飲んで、ね、酔いどれで戦う、ね、戦闘狂ですよ。まあちょっとね、なんだろう、ちょっと野蛮な種族だね、ノルト。まあ悪く言うとね、もちろん文明化されてますけど、まあ戦士っていうものが根底にある、うん、種族なんですが、まあなのでやっぱり戦い方をね、ちょっとあのなんつうの小賢しい感じよりはね、豪快に、まあ、両手剣振らせたいと。両手剣じゃなくてもいいんですよ、両手武器なら何でもいい、あの斧だったりね、あの閃光だったりを、ね、あのでっけえ武器をとりあえずぶん回したいと。分かりやすいノルドの戦士を作りたいんだと、うん、それが私のエルダースクロールズオンラインのねスタートでした。
というわけなんで、あんまりね、あの DPS といえばやっぱり二刀流に弓、ね、裏弓みたいなね、まあお決まり、すごい雷がうるさいね。ちょっと待ってね、ちょっとだけ、オーディオで、こう環境音の音量か、そうだね、ちょっとだけ、全くしないのもか、なんかあれだから、スキルじゃない、キャラクター。どこまで説明しましたっけ？まあ戦士、ノルドの戦士だから両手剣をまあぶん回したいと、まあ、いうことで、一般的である二刀流とね、弓じゃなくて、ね、二刀流じゃなくて、あの両手武器と、まあ、裏弓みたいなね、感じのビルドを作ってみようというところですね。まあなのでね、まあスタミナビルドです、もちろんね。スタミナに極振りしてますね。ノルドですから、体力面ではちょっと、屈強なんですよ。ノルドっていう種族は、ちょっとここじゃなくて、ここでもちょっと見せたいんですけど、ね。ブーストされるのはね、まあ体力、そしてスタミナ、そして、耐性ですね。呪文耐性、物理耐性。ご覧の通り、アムライルと比べても、同じ中層のセットを装備してますけれども、全く値が違いますね。2万超えてますね、呪文耐性に至っては。これ多分、ノルドはね、氷に強いと。氷結の属性に強いんだと。まあ、そのあたりで呪文耐性も上がってるんでしょうね。物理耐性は1万9000。中層の割にはそこそこありますね。で、クリティカル耐性全然振ってねえんだな、そういえば。ここにも振りたいです。振った方がいいかもしれない。で、素の武器ダメージは高い。3258まで上がってるね。大体は残忍強度がね、魔術強だけ。なんか使ってこのぐらいの値になるもんなんですけどもね。まだ何もしてない。まあ、殺戮弱はついてんのか。いや、まあ、ねえ。いいですね。まあ腕っぷしが強いっていうね、ロールプレイにもなります。3200もあったで、スタミナ再生とかね、ね、この辺りなんですよ。前々回のね、一番最初にやったアムライルね、ウッドエルフの子だとね、スタミナ再生っていうものが種族のボーナスがつくんで、まあ、1000超えるんですけど、まあちょっとノルドはそこら辺はないんで、ちょっと低いです。729。まあ他よりも上げてはいるんですけどね、いろんな面で。まあだからね、リソースの回復っていうものをちょっと考えていかなきゃなんないですね。アムライルと比べると。あの子はもう完全に、そこら辺は使ってるスキルを回していけば補える、感じだったんで、ね、あんまり考えずに、ね、まあポーション回してればいいかな。ポーションとネッチね。あの辺りを、まあ、間違いなくやってれば、リソースが足りなくなることはないんですけども、ちょっと、バルバラに至っては考えて戦わなければいけない。つまり、重攻撃をね、まあ、スキルのローテーションに挟んでいくみたいなことを考えていかないと、多分、まあ、息切れすると、いうことがあるでしょうね。と、まあ、こんな感じです、ね。両手剣分回しビルドです、ね。さあ、スキルの方を見てみましょう。まずはちょっとノルドというものをご紹介したんで、こちらから。ノルドはね、両手武器スキルラインの経験値獲得量が 15% 増加する。飲み物による効果の持続量時間が15分増加する。これはもう完全に蜂蜜酒大好きから来てますね。蜂蜜酒で酔っ払える時間が15分長えぞと、ノルドは。いいよね、こういうところのちゃんとね、種族性を出してるところ。で、まあノルドはもうスカイリム、まあもっと言ったらアトモーラという北の大地から来てますからね、氷結耐性ね、寒さにとにかく強い。
やはり雪国の中でも半袖で生活できるぐらいノルドっていうのはあの寒さに強い、うん、スカイリムやってる方わかるでしょ、あのこんなところでこの露出度みたいなねいや本当に寒そうな服着てないですよね、うん、あのあれだ、あのソルスゼムにいるねスコールたちはあんなエスキモーみたいな服着てていいんですけどねあんな感じじゃないんだもんな。で、氷結耐性ね、最大体力は1000で、歴耐性が2310、この分が多分あの呪文耐性に追加されてますね。でもあれ効果があるのは多分歴耐性だけなんだろう、うん、歴のステータス効果が無効になる、つまりあの凍結であの移動不能になるみたいなことには多分あのノルドはなりません、うん、っていうことでしょうね、うん、そして屈強ね、最大スタミナを1500上昇させる、ダメージを受けると5Rティマを得る、この効果は10秒ごとに発動する、これも種族性出てますね、だからぶん殴られたらこの狙うっつってね、あのアルティマを5はためんだと、うん、いいじゃないですか、野蛮ですね好きです、うん、そして武骨、ね、物理耐性呪文耐性を3960も上昇させる、これだからすごいよね、あのチャンピオンで振るぐらい多分上昇されます、すごいなこれ、改めて見たけど、まあ、こんな感じのがノルドの、まあ、パッシブアビリティ、もちろん全振り、そして、表面、うん、まあ両手剣の方のスキルパレットですね、これはね、不屈の活力をここに入れてるんだけども、DPS 出すときだけはね、あの、ステルスハンターとか、ちょっと入れさせてもらっていいかい、うん、ちょっとあの、ズルだけどね、うん、あの、なんだ、あの、レイドとかダンジョンとか行くセットで挑まなきゃ意味ねえだろっていうのがあるから、ね、回復考えて不屈の活力入れるんだったら、ここにも入れとかなきゃね、あの、ビルドとしてはあんまり成り立たないんだろうけど。これ入れとくとね、アムライルでもそうだったね。あの、思考なる破壊者とね、ステルスハンターと、このね、軽量化トラップっていうのは、戦士ギルドのアビリティなんで、ね、戦士ギルドのアビリティが3つもあるっていうことはですよ、戦士ギルドのこのパッシブのね、スレイヤーというものに、ね、スロットに装備している戦士ギルドアビリティ1つにつき、武器ダメージが 3% 上昇する、ね。で、3つあるんで 9%。で、このストレスハンター抜いて、不屈の活力入れちゃうと、まあ、6% になるよと。うん、まあ、でも 6% でもいいか、別に。うん、そんなズルする必要ないか。で、ステルスハンターね、入れておくと、このね、あのクリティカル、ね。こっちか。あ、バジャジャシュヒね。スロットに装備している間、同盟強が付与され、武器クリティカルが2191増加する。ね、おむつ状態なら、まあ、これ関係ね、関係ねえわ。おむつ状態で戦うことねえからな。ノルドを出して。かかってこいっつって、あの、やるんで。隠密しねえ。まあ、これ、ね、クリティカル目的で入れとくっていう感じでもあるんだけども、ちょっとね、あの、もう説明しちゃおうかな。薬をまあ飲みますよ、うん。薬というかポーションね。飲むポーションはこちら。スロット、こちらですね。武器攻撃力のエキス、ね。残忍強を獲得して武器ダメージが 20%、47.6 秒の間上昇する、ね。同盟強を獲得することで2191の武器クリティカルが 47.6 秒の間アップする。これで、だから、ね、ステルスハンター分と同じ。だから、あのステルスハンター入れててもね、あの、かぶっちゃうからどっちかが意味なくなっちゃうね。この分、あの、二重で重なるってことはないんで。あの、同じもの使ったらどっちかしか効果が発動しないんで意味ないんで、まあ、ステルスハンター外してもいいかというとこですね。で、スタミナを7580に即座に回復して耐久強、これが大事。スタミナ再生が 20%、47.6 秒の間増加する。そしてクールダウンが45秒。うん、つまりですよ、45秒経ったら次のポーション飲めますと。で、ね、他のね、あの、残忍強、同盟強、そして、耐久強は 47.6 秒続くわけですからね。まあ、ポーション飲み続けてたら効果が切れることはないですね、と、うん、いうことです。うん、
で、これを可能にするために、ね、さっき申し上げましたね、スキルで。ね、錬金術。の薬効です、ね。薬の効果は 30% な長く持続する。ごめんなさい。これがまあゼロだと。まあ何秒だろうかな。35、6かな。いや、まあ 30% ちょっとぐらいだと思うんですよ。まあだからね、あの効果がね、まあ消えてる時間がちょっとあると。これは DPS 的には良くないだろうと。あと、リソースのね、維持に、ね、あんまり良くないはずなんで、まあ、この薬効を3つね、振るために、錬金術を50までとりあえずね、錬金術で薬作る必要が、つもりがなくても、錬金術だけは50に上げて、薬効を3振ってくださいと。あと、もっと言うと、あの、調理のね、どれだったっけな、グルメか。調理も頑張って、ランク50にしてからね、グルメとか目利きとか、に振っておくと、まあ、食事がね、ご覧の通り、5分延長されるだから、多分3つ振ったら15分ずつだね、目利きもグルメも。まあ、食事のね、食事取る回数が、まあ、ちょっと減るから、コスパ良くなると、いう感じなんで、これも、余裕があれば、これも振った方がいいですね。と、まあ、こんな感じで、やるんで、別にいいか。靴の活力入れとこう。ねえ、ズルになっちゃうね。これ入れとかないとね。うん。で、じゃあ説明しましょうか。まあでもね、アムライルのスキルとちょっと似てるところもありますね。軽量化トラップ。本当はね、再設置トラップの方が、近接、だったらいいかもしれないです。自分のね、手前にポンと置くんですけど、それ一回発動して、その後発動してる間のこのね、なんだ、6秒間移動封印するね、フォースジャークを獲得しみたいなやつが、まあ、切れるともう一個ポンってね、勝手に自動で、もちろん、コストはかかりません。ね、一回でだから2回分、使えるようになる。そっちの方がね、コスパが多分いいと思うんですけども、多分ね、私、これね、軽量化トラップにしたのは、まあ、弓を裏に持っているっていうのもありますし、なんだろうな、戦闘中ね、あんま敵にぴったりひっついていられるかって言ったら、そうでもないと思ってるんで、離れるとこ離れると思うんで、その時に、再設置の方だとやりづらいね、ちょっと後回しにしなきゃなんないみたいなこともあります。この軽量化じゃない、トラップ自体が一番最初にね、起こしときたいスキルなんですよ。ね、起動時に、ね、まあ、ダメージをね、6秒与えるっていうのもあるんですけども、このフォース弱、クリティカルダメージを 10% 増加させるっていうのを発動させてから一連のね、この、なんだ、破壊の一撃、石灰、毒の爪、ね、腕裏に回ってみたいなね、ノクシャスブレスとかね。っていうのを入れていきたいんで、ちょっとね、後回しにするみたいなことがないように多分軽量化トラップっていう選択をしてんだと思います。多分ですよ、その時の私の考えどうだったかはちょっとわかんないですけど。うん、で、まあ、軽量化トラップはこんな感じで入れてますと、ね。まあ、大事なのはね、まあ、もちろんダメージ強いんですけど、まあ、フォース弱、ね、クリティカルダメージを 10% 増加させると。で、破壊の一撃。これは、あれですね。まあ、基礎ダメージ、ね。直接ダメージか。がもう高いからこれを選んだ。もちろん、炎症時間1秒あるね。溜めた強攻撃みたいなね。感じの技なんですけど。まあ、これを使うと、5秒の間強化を獲得し、次の軽攻撃ダメージが 40% とかで。まあ、だから、結構なダメージ減になるだろうと。いう感じで入れてますね。これじゃなくて、こっちでもいいっちゃいいですね。しけしこに、ね、回転しながら敵を撃ち、倒して5219物理ダメージを与える。残り体力が 50% 未満の敵に対しては、最大350の追加ダメージを与える。とから、処刑スキルだね、これ基本的には。よく言われる。うん、体力、相手の体力がもう減ってきたら本領発揮する技。
これでもいいんですけど、序盤使えないっていうのがあるんで、だったらもうこっちでねっていうのが私は。あとこの1秒待つっていうのがちょっとあのかっこいいかっこいい、なんかちょっと伝わりづらいかな。あの溜めた強攻撃ぶち当てるっていう演出が欲しかったのあのね、いやまあまあいいやこんなの俺多分わからないわこれもコスパもいいんだよねこれね、死刑執行にもね、これ両方入れとくっていうのはベストなんだけど、さすがにそんな余裕なくて、そうなんだね。で、次行きましょうか。石灰ね、目の前の敵を強烈な一撃で撃って5398物理ダメージを与えて出血させて追加の9285物理ダメージを10秒与えると。さらに有装弱を獲得し 1RT マー追加して 1.5秒、9秒の間獲得すると。まあこれね、あの円錐7メートルと書いてありますね。ね、7メートル全自分の目の前の敵ね、ブオンと、ね、剣をあの横に投げましたね、この剣が投げてる範囲ぐらいの敵全部を攻撃する技なんですよ。範囲攻撃ですね、これ両手武器の。やっぱりね、あの範囲攻撃をね弓に任せるみたいな、これは味気ない。やっぱり剣をぶん回してね、まあもちろん最初のね、この最初のこれを入れてからのね、あの剣ぶん回し、ね、これをやっぱりしたいと。なのでやっぱ石灰入れてます。切断からの発生の石灰ですね。でもう一個ね、ダメージシールドが乗るやつあるんですよ、それも悪くないんですよね。あの囲まれた時にそれを振り回してれば大体は切り抜けられるっていうのがあるんで、ちょっとね、あのこっちはなんていうのかな、肉を切らせて骨を断つ系の方、安定したもんであればもう一個の方、名前なんだったっけな、忘れちゃいましたけど、それもいいんです、ダメージシールドがつく方も、まあこれはもうお好みで、私はねこれ郵送を獲得するんですよ、 1RT 今、まあだから 1.5 秒だって9秒だから6か、9秒の間6手に入ると、これのおかげで、アルティメットスキル、あ戻してもらう、アルティメットスキル、こっちかね、これ思考なる破壊者、そして裏ではバリスタ。これね、使い方は私はね、基本的にはアムライルと同じセットなんですよ。あの単体の方はね、思考なる破壊者で、あの範囲側の方にね、弓なんでバリスタ。これだからね、あのボス対ボスの初段だけはバリスタです。基本的にはこの思考なる破壊者を打ち込んできますね、私は。これがね、あの、なんだろう、気持ちがいいっていうのもあるんですけど、敵がね、わーっと来てるところでこれを打ち込むっていうのが、まあ、なかなかに、あとは、これ、消費が125なんですぐ溜まるんですよね。すぐ溜まる。すぐ打てるようになる。だからもう、この回転で行った方がいいかなと。まあだから、さっきも説明しましたが、ね、ボスの初段ぐらいでしかバリスタを使わない。あとはもう思考なる破壊者で、押し通るというスタイル。まあ、近接ですからね。弓に強烈な攻撃というよりも、やっぱりね、メリディアの聖なる剣で、敵をぶち倒したい。それだけだ。それだけでいい。と、まあ石灰はこんな感じ。アルティマをね、貯めやすいっていうのもありますと。で、毒の爪。もうこれは完全にもうドットダメージ用の、これもまたなかなか良くてね、あのコスパまず見てください。608しか使わない。それでいてですよ。ね、4964毒ダメージ与え、さらに追加で15978の毒ダメージを10秒の間与えると。
で毒がターゲットに染み込んでいくからね、効果時間中ダメージを増加する。だからじわ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 強まってくるんだとね、あのドットダメージがで最大で 12% のダメージを2秒ごとに与えるんだもん。なんかこれとは別にね、別計算で 12% のダメージを2秒に1回ぐらい上乗せで与えてくれるってことなのかな、うん、まあでもなかなかなんですよこの毒の爪、うん、これをまあ最後に入れて、弓に回るとね。もう不屈の活力の説明いいよね。回復もんで回復する手段です。これもあのスタミナビルドであればもう誰しもが入れておきたいね、回復手段。ちょっと説明しますか。1万3000と32秒の間回復すると。つまり、2500ぐらいかな。近くの味方も、まあ、回復すると。これもありがたいですね。まあ、これだけですけど。これがだいぶすごいってことはまあ分かっていただけると思う。1秒間で2500回復するってあのパワーサージと似たようなとこありますね。ただもう向こうはクリティカル依存ですけど、こっちはもうバンとやれば5秒間は必ず回復してくれる。さて裏側ね、裏側はもう弓スキルなんで、大体のことはアムライエルで説明してると思うんですけれども、まあ、この動画だけを見ている人とかもいらっしゃると思うので、ちょっと軽く説明しますね。毒中に、バンダリの毒を乗ったネイヤーを放つ、ね、毒ダメージで10秒の間にまあ約1万ぐらい、まあ、9000ですか。で、これはですね、50% 以下になって、あれだね、死刑執行人と同じ。50% 以下になっていくと、多分ゼロに近づけば近づくほど、この最大のダメージ増加分がどん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 じわ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 上がっていくと。50%、49% ぐらいだったら多分 10%、20% ぐらいが上がっていくってことでしょうね、きっと。まあそんな感じで、まあこれはまあ弓スキル、あの裏に、弓をね、入れる DPS っていうのは、まあ基本的にはこのバリスタ、ね、毒注入と終わりなき観光欲しいがために弓を入れてると言っても過言ではない。うん、このまあね、2大スキル、そしてアルティメットスキル。のためだけに、まあ、弓を入れてます。私もそうです。これがまあ、なかなかの DPS でね、ね終わりなき観光の方であれば、ね、10秒の間、1359物理ダメージを 0.5 秒ごとに与えると。つまり、2700のダメージが10秒に、10秒、1秒ごとに、まあ、10秒の間ってことだったいいね。まあ、0.5 秒の方がいいな。回数が上がった方が、なんかちょっとそれに、ね、攻撃を加えた時の確率でなんか発動するみたいなやつの場合はこれがいいね。0.5。うん、これが良くてね。まあだから、毒注入、終わりなき観光、で、鉄菱、カミソリの鉄菱、ターゲットエリアに鉄菱をばらまく弾を投げつけると。1824物理ダメージを1秒ごとに与え、移動速度を 30% 低下させる、ね。で、最初にバーンってぶん投げた時のね、輪っかの中にいた敵に関しては、で2205物理ダメージを与えた上に 70% のスローダウンを3秒の間与える。まあ、これはもう、うん、説明したと思いますけれども、アームアライルの時に、相手の移動速度を奪うっていう目的でも使えるぐらい優秀。もちろんダメージ減としてもね、なかなかのもんです。12秒もありますからね。そして1800。なかなかですよね。だからね、これを自分のね、目の前に広げておくと、ね、相手がね、バッて近寄ってこないと。入った瞬間にスローダウンかかると。これも、こういう使い方もあるよ。ちょっとそれもまたグループダンジョン行った時にちょっとお見せする感じになると思います。で、このドラゴンナイトにでの、残忍鏡、魔術鏡の強化バフの
まあ、主たるものというか、一番要となるのがこの火星武器。風の力を自分と味方の武器に宿すことで魔術強、残忍強を得て呪文ダメージと武器ダメージが 20% 39.6 秒の間上昇すると。ただですよ、私薬飲みますんで、これなくてもいいんですよ、実はね、うん、これなくてもいいんですよ。ただしこれね、これこっちにあるのか、大いなる大地のスキルの中にある火星の武器なんですけどね、うん、こちらを見ていただきたい。大地の収穫ね、大いなる大地のアビリティを唱えると自分とグループメンバーに残忍傷が、ね、20秒の間付与される。武器ダメージが 10% 上昇すると。つまりこれを使うことによって、ね、火星の武器を使うことによって、まあ、これ 20% 上がるでしょ。でこの大いなる大地じゃないや、大地の祝福だ、大いなる大地の大地の祝福ね。で10% 上乗せされて 30% ぐらい、うん、まあ、多分これちょっと計算また特殊であって30% とはならないんだろうけども、うん、まあだから 30% まあ約ね 30% ぐらい上がると、うん、だから薬で上げるよりもこっちの火星の武器で上げた方が、うん、20秒の間はちょっと割りまして上がりますということなんで、こっちは入れてます、ね、ステルスハンターは別に入れなくてもいいかなっていう感じですね。そしてもう一つノクシャスプレス、はい、これはもう完全に、ね、円錐で 10m だからあれだね、石灰の使う手前ぐらいで一回ノクシャスプレス打って、まあ、たくさんの敵の耐性を下げる、破砕強の影響を敵に与え物理耐性を5280低下させると、まあ、これがメインの利用目的ですね、ノクシャスプレス。ただまあこのね2076の毒ダメージを、まあ、追加で9300、あこれはあれか、直接ダメージの方か、9300の毒ダメージを10秒の間与えるドットダメージでもありますんで、まあこれを入れるっていうのは、うん、まあ、DPS アップにもつながりますよと。もちろん物理耐性を下げるという意味でもね。とまあこんな感じですかね、弓スキルの方の、まあ、バリスタはご覧通り小刀を召喚して矢の網を、57356 5.2 秒の間与えると、うん、強いスキルですこれも。とまあこんな感じです、スキルは。うん、ちょっとパッシブの方だけ見てみようか、クラスの方に。燃焼、炎上と毒ステータスの効果のダメージが 50% 増加すると。つまり炎系、毒系の、うん、ダメージは 50% 増加しますと。もちろんね、毒の爪とか、あとなんだ、ノクシャスブレスとか、あと多分これ、どこの矢も影響あるのかな。であとまあ武器に塗ってある炎の封じとかですかね、影響があるのは。炎系のスキルは意外とないか。火星の武器、火星の武器も残忍強とか得るだけだもんね、意外とないね。敵を炎上させるとマジか500、敵に毒を与えるとスタミナ、おお、それぞれの効果は5秒ごとに。これいいね。焼けつく熱波、灼熱の息吹、焼けつく一撃、竜騎士弾の竜騎士弾機アビリティによるダメージを 3% 増大し、持続時間を2秒延長すると。ただノクシャスブレスだね、灼熱の息吹の派生で。焼けつく一撃、これ多分毒の爪だね、毒の爪だね、焼けつく一撃の変異、これがまあ強化されるということですね。ゴルビンの世界。炎の範囲攻撃アビリティダメージを 6% 増加させ、毒アビリティのスタミナ消費を 25% 減少する。これのおかげで多分毒の爪がこんなに低コストなんだね。じゃあノクシャスブレスもだ。1217。さすがだね。あ、毒注入にも影響してんじゃないこれ。そうだね。これはありがたい。
これはありがたいですね。特注入も、うん、ここは出てますね。竜族の力、竜族の力のスキルをまあ入れてないんですけどね、うん、とりあえずパッシブだけ見てみましょうか。ブロックするダメージ量 10% 増加させる。竜族のアビリティが発動している間、非回復力が 12% 増加する。入れてないから、使わないから、あんまり効果ないですね、これは。エルダードラゴン、スロットに装備している竜族の力のアビリティ1つにつき、体力再生が 5% 上昇する。現在のボーナス 0%、もちろんそうです。入れてないんだもの。で、呪文耐性が3300上昇する。これが、多分2万超えてる。っていうものの、原因でしょうね、きっとね。なるほど、これでもありがたいね、意外と。で、大いなる大地、永遠なる大地、大いなる大地アビリティの持続時間が 20% 延長される。これのおかげでね、火星の武器が、ね、39.6秒、つまり40秒近い効果時間の長さ。これかなり長いよね、40秒ってかなり長いです。で、アルティメットアビリティを唱えると、その消費ポイントごとに体力、マジか、スタミナを回復する。これもう一個振りたいね。私、あれだ、思考の破壊者を高回転で使うんで、スタミナの回復にすごくいいですね。4600回復するよね。125で発動するから。もうちょっといくか。5500ぐらいか。いいな。ポーション1個分ぐらい回復するよね。これもう1個スキルポイント振りたいね。なんで1つしか打てないんだ。で、大地の祝福。大いなる大地アビリティを唱えると、自分とグループ名、あ、これ説明書のさっきね、残忍賞が得られるやつです、ね。この火星武器を唱えた後瞬間に。救いの手。大いなる大地アビリティを唱えると、スタミナが990回復する。これ使うごとに990回復するんだと。これだから、もしかしたらだよ。まあ、そんなマジかあるわけじゃないんだけど。ちょっと待ってね。出しといて。ね。回復する、回復する。回復するけど、2回連続で回復できないな。なるほどね、うん。まあこれもありがたいですね。リソース面に難がありますから、ノルドは。両手剣も見てください。軽攻撃や重攻撃を行うと、主標的に与えたダメージの 50% 分ダメージを近くにいる敵3体に当てることができる。つまり両手武器で軽攻撃を当てた時もなぎ払い効果があると、周りの敵にね。重武器、武器の種類によってボーナスが付与される。剣は 6% 追加ダメージを与える。斧であれば 16% の確率で出血ダメージ、ドットダメージが入るってことね。戦魂に至っては敵の物理耐性を 20% 無視するらしさ出てるね、これね。バランスの統計、両手武器アビリティのスタミナ消費を 15% 減少させる。ありがたい。追撃、完全にチャージした重攻撃でダメージを与えた後、与えたとき7秒以内に行われた次の直接ダメージに 10% のダメージが追加される。これもありがたいね、うん、だから豪快に戦ってほしいってことだね、これも。バトルラッシュ、標的を倒した後スタミナ再生が 30% 10秒の間上昇すると、まあ、次の戦闘に移るときなんかに恩恵があるって感じだね。まあ、こんな感じでしょう。中層とかは別にもういいね、説明は。うん。邪悪退散。アンデッド・デイトラ・ウェアウルフを倒すと9アルティマを獲得すると。大丈夫だね、あとスキルの。で、チャンピオンポイントのご説明ですけれども、まあ、アムライルとそう変わりません。ちょっとね、こちらの、物理武器専門家の方に強めに振ってる。この、精密攻撃を
ちょっと目減りさせてこっちに振っているっていうぐらいですね。それ一回大した差がないです。大した差がないっていうかほぼ差がないです。クリティカル耐性にちょっと振ってないかぐらいですかね。クイック再生、武将、ね、寄生動物、執念、アクロバット、影の結界ですね。うん、OK です。マスターとアームズにもうちょっと振ってたかな、アムライルは。まあそんな変わらないですね。じゃあ早速、じゃあ術技の方でいきますかね。もう薬じゃないや、あの食事がもう切れる。はい。ちょっと待って、カモランの方ないかな。このね。No. ちょっと待ってね、食事。あ、これですよ。これ売っちゃおうかっていう話です。そしたら6000ゴールドぐらいまでなの。ないかな。持ってるキャラいたはずなんだけどな。持ってないね。ちょっと作ります。これです。疑わしいカモランの王座。結構作れるな。たくさん作っとくか。すごい。すごいよね、これ、あの。素材たち。白身の肉ぐらいしかまともなのないよ。ビートルスカドル。虫の一部。皮の餌。内臓。湖の餌。餌じゃねえか。魚の餌じゃねえか。これでですよ、スタミナ再生が319、最大スタミナ、最大体力。あの、スタミナビルドであればですよ、最大スタミナ、最大体力を、まあ、上げるっていうのが、主な目的なんで、そこに、まあ、スタミナ再生が加わってくる。もちろん、その分、ちょっと最大スタミナ、最大体力が、青地のね、あの、こっち飲み物か。例えばですよ、これかな、マジカとスタミナか、これ体力とスタミナ、これだね。うん、5395でスタミナにおいては4900で、これがカモランにすると1000、でも1900近く下がるな。どっちを取った方がいいんだ、再生と。まあでもこっちにしましょうか。ちょっと作ろう。これはね、あのイベント、あのシーズンイベントで、頑張ると手に入るレシピ。どうなんだろう、ちょっと高めに、あの、取引されてるのかな、このレシピをね。50個ぐらいあったらとりあえずいいかな。こんなもんでいいでしょう。イデアさん、それ味見しない方がいいと。何かいる？食べ物を預かっているはずだ。それをよこせ。これを、スロット、これを、一回入れ替えちゃうか。カモラン。17000まで下がるな。体力が。まあ、使い分けだね、これね。さて、じゃあ、行きましょうか。ちょっと流れだけを。軽く説明した後に、まずは、火星武器入れますね。で、物理耐性下げるためにノクシャスブレスを入れる。で、そしたらこの弓のドットダメージ系と
設備仕入れたら裏返して、ここで、トラップ入れてトラップ発動ぐらいで、強烈な一撃、名前なんだっけ、破壊の一撃だぞ、破壊の一撃決めたら石灰で毒に使って返してノクシャスで、まあ順番はこれはもう好きな感じで、でトラップ破壊の一撃石灰毒の爪返して、ここで火星武器ね、2回に1回でいい、でノクシャスのね鉄ぶし、この流れですね。じゃあちょっと一回落ち着いてもらってアルゴニアを始めましょうか。火星武器使ったらまず薬飲みますよ、ポーション、うん、でポーションはもうリクエストごとに飲むという形で、よし行きますか。はい、アルティメット、はい、はい、ノクシャス、ここで火星1体入れてからのノクシャス、次でやったら次で火星だ、ポーションも湧くぞ、キック湧くぞ、よいしょ、でポーション入った、火星入れてノクシャスだ、もうそろそろ重攻撃ちょっと1回挟もうか、ここで挟んで、この爪ノクシャス、ここで重攻撃、ここで火星か、2万6000か、もうちょっと行きたいな、うん、ちょっとね、あの 30% まで下げました1回多分ね、後半の DPS 多分だいぶ違うんで、ちょっとそれをお見せしたいっていうのがあって、うん、ちょっとまあ基本的にはね、このビルドで出せるDPS だ26000っていうことでいいんですけれども、ちょっとねこっから 30% から追い込みをかけるところ見ていただこうと思います。いやー落ちちゃったな今、3万いけたんだけどな、うん、まあ2万9000ぐらいだと後半だと、うん、いやーちょっと今3万いくつもりで行ったのにまあいいか、うん、まあこんな感じです、あの後半ほど強いビルドだということです、うん、まあそれはまあ毒の矢とね毒の爪、この2つが多分効いてきますね、よし、じゃあ早速ですけどグループダンジョン行きますか、このまま行きましょう、うん、ちょっこれらの洞窟にはデシャンで最も有名なクアマ鉱山であるという特徴がある、
ダークエルフはクワマーの卵を珍味であると考えており、ダークシェイド洞窟から収穫された卵は特にダンベリの美食家によって高く評価されている。ダークエルフってのはもう、ゲテモノ食いなんで。ダークエルフだけの話です。あの世界的にはクワマーの卵は気持ち悪いってなってます、ね、絶対に。サソリおやつで食べる国あるでしょ、だってサソリだとかあのゲンゴロウだとかあれと同じです。さて、マイカ行こうか。燃えろ燃えろ、お前も。俺は燃えている、俺の心は燃えている。罠でしね。よし、あ、間違った。卵は手に入れられないよ。なんで卵ください、私も。この裏切り者め、ごめんなさい、裏切ってないけど、君たちとは初見だけど。あ、ヒーラーいるね。タンクか、お前は。あ、逃げ方、あ、よかったな。よし、よいしょ。鉱山を確保して、この侵入者たちを殺して。危ない、治癒しに回復なぜさせんぞ。愚かなダークエルフたちともね。まだいたか。でいん、クマちゃん、クマちゃんのとどめ、クマちゃんのとどめはセレーンですね。セレーンの説明したよね俺ね。あれ俺装備の説明したっけ全然記憶にないからやってないかもしれない、もしかしたら。オードマトンね、あのここでかって話だけど、うん、ね、物理ダメージアビリティに武器ダメージを400加えると、物理ダメージですから、もうね、あのクラススキルだろうがね、あの戦士ギルドのスキルだろうが武器スキルだろうが、ね、物理のダメージで与えるもの全てに効果があると。これ装備する人結構いるんじゃない、オートマートン。で、もう片方はね、残忍な大蛇セット。これはもう、アムライルとかでもね、あのだいぶ説明しましたね。スタミナのリソースに、うん、強い、まあ、セットがあると。まあ、それだけじゃなくて、この5セットまでの間に、まあ、ちょっと弱めの、イカれるフンディングセットぐらいの、うん、まあ、DPS アップもついてると。いう感じで、なかなかこれでも試練の、あの、クラグローンの試練の、うん、ドロップ装備なんで、なかなか揃えるのは難しいですよと。ね、この辺りもそうね。指輪とか。で、モンスターマスクセットはセレーンということです。セレーンのセット、ね、最大スタミナ。で、近接ダメージを直接与えたとき、15% の確率で前にいるすべての敵を攻撃する原始の霊魂、つまりさっきのクマちゃんね、緑色の。を 1.3 秒後に呼び出して、16,680 物理ダメージを与える。この効果は4秒ごとに発動する。4秒ごとだが結構、15% で4秒ごとですからね。まあ、1.3 秒後に出てくるっていうことだから、ね、これくらいの値にしてくれてるって感じだけど、ね、長期の戦闘になればなるほど、有用じゃないかと思って。もちろん近接だから、あの、クマちゃんもね、近くで戦ってないとっていうのはありますけど、まあ、近くで戦うビルドなんで、うん、
いいだろうということですよ。笑い者にできるとでも思ったか、サドリ。捕まえろ。サドリいないしな。誰と会話してんだよ。どういうことなんだよ、どういうことなんだよ。気持ちがいい、気持ちがいいんです、気持ちがいいんですよ。もっと奥に、もっと奥に投げたい。どうだ、来い。もっと奥に投げたい。あーだ、やりすぎた。やすぎた。あ、そうか、あれだ、痕跡持ってきてねえわ。これはもう死ねねえぞ。ちょっとやりすぎたね。あれをでもあのなんだっけ、切断のあの別のあのダメージシールドの乗っかる方のあの派生の方にしとくと、あれでも全然生き残れるんですよ。うん、すごい技だ。いや、気持ちがいいな。両手剣でなぎ倒す。治療して、治療する。やめろ。あ、間違えた。やばい。よし、やめ。オートマトのベルト。クリティカル耐性2個目。まあいいか。間違っちゃうな。ここにある卵はいい状態かもしれない。いい状態かもしれない。頼みを聞いてくれ。あいつらの面倒を見てくれないか。これは何？私は残って指揮を。クワマーのためのさらなる餌。なかなか寄ってきてくれないんだ。みんな弓なのか。手当てして。手当てしてやめて。お前ら。溜めぞ。よいしょ。いいだろう。だがまだ終わってないぞ。お前がボスか。みんな臆病者だ。お前らみんな臆病者だ。セロスケのものだ。お前らは侵入者に過ぎない。きっちり罰を受けるだろう。お前じゃないのか。きっちり罰。そろそろどうするんだろう。どうせそうだ、押し付けるよ。間違っちゃった。よい、どうしよう。どうしないで。あ、まただ。変えたかったな、弓に。弓に変えてからやりたかった。みんなまだ太くなっちゃった。また移動か。
よいしょ。クサクサになってた。我々がクサクサになっちゃう。これはいいものだ。セロスは富を築いていたに違いない。この中に金があると信じてたのか？バカ者どもめ。あれ来ないな。あ、来た。武器を下ろしなさい、殺人鬼め。宝箱ないね。全然ない。ネルビナ、父よりも賢いと思っていた。代償は払ってもらうわ、サドリ。じゃあ、まずは私を捕まえてみろ。リベクに誓って違う。茶番だな。ないかい、宝箱。ないな。遅いよ、クマちゃん。もっと早くに来てくれないと。ダメだな、後ろも金ない。おい、振りじゃねえんだよ。ないよね。奥の方から捕まえておこうか。あれ当たんない。当たらない。はい、あそこにちょうどいないのかな。いや、いるだろう、あそこ。あら、この子残っちゃったな。よし、お前は生きる。箱見てなかった。ないねー。結構残っちゃってるね。お前たちはいい子だから生き残ったらいい。向いちゃったね。あいつはいい。かかってこないやつは許す。
ませんね。蚊に食われたな、俺足。ちょっと待って。はあ、かい。いるね、アリットが。おっと、簡単。あ、武器出た。よし。弓、トマトの弓、回復力。まあ別にこれ連成するからいいかな。連成じゃない、編成。うん、ありがたい。オートマートの弓ありがたいんですよ。ネッチの接触か、命取りバサミ。これはいらないな。めっちゃ蚊に食われるじゃん。なんな、ベティネッチは優しいんだけど、ブルネッチはね、コリンボーなんですよ。近寄ったら襲ってくる。よし、やるか。にいると継続ダメージ。よし。トラップ発動してなかったか、今。もしかして。さあ、宝箱。これはない感じですね。全然ねえな、今日。あ、裏に回ってるやつ。よしこい、よしこい、よしこい。ボス来たらこれを決めてやる。ドロン。あれ？あれ？当たんない。あれ、当たった。やだやだやだ、めっちゃいい。なさそうだな。ないか。まあ宝箱から武器が取れるんですよね、確か。だから宝箱欲しいんですよ。今日はあんまり、まあでも弓はもらえてるからね。そんなこと言いながらないか。ここにあったりする。ありません。よし、おいで。
たってないか。よし、なっ、ノクシャスからだった。入って、あいつら何なんだろう、全然今までも長いことこのゲームやってて全然何なのか分かんないあいつらえちょこいねちょ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 あのぐるぐる回ってるときはもうおとなしく離れます。あ、疲れちゃった。疲れちゃった。いやーもうさっきから。テレビューサドリあそこにいるテレビューサドリ先にやったらどうなる、めっちゃいるじゃん、はい、テレビューサドリ、お前もいいな、あと爪と毒爪シリーズ与えてはい、オッケー、ネッチの接触の盾いらない、ここも泣いたからもしかしたら大体一つあるもんだけどな、ないね、なさそうですな、なさそうですな、まあでもオートマトンの弓手に入ったしいいか、さすがに入れないね、まだ力がむずい。で、あの皆さんクエスト受けてね、ここでボス倒すんで、ここで終わりだと思ってここから出ちゃう人いると思うんですよ、向こう側ですよゴールは。だ本当はここにいる、いやまあそんなことないな、ルクカムズでの守衛倒してあのね、ノーマルランダムダンジョンとかクリアになるから、ここでネルビナと話して、うん、クエスト終了、これも間違いなきように。さすがにこっちに箱はないよね。いやまあ2個手に入ったらいいか。あの調子いい時はもうたくさんボロボロ出んだけどね。よし、じゃあ出ますか。あれ、モンホールト。必要なものは何でも入
通過しています。ちょっとね、今日はここで終わらずに、鍛冶屋にして、このクラフトのデイリーを受けて終わりましょう。仕立て屋、鍛冶屋、木工士、はい、ルビーアッシュの回復の杖ノーマルと盾、はい、ルビーアッシュの、回復の杖、これじゃない、ちょっと、はい、どれでもいいんでね、たくさんあるやつ、アルゴニアか、盾、あ、杖もう一個だな、はい、はい、オッケー、木工はこれで終わり、マジカの雫ちょっと後にしよう、これはだいぶクエスト受けてたな。シルクのローブ、パンツ、片手、ローブ、パンツ、片手、仕立ては終わり、グリーブ、剣、胸当て、はい、グリーブ、剣、胸当て、剣、うん、で、ドロテッコのエールと鳥の胸肉、かわいらしい、デカジリですね、私の 大好きなデカジリ、ドロテッコウのエールと鶏の胸肉、はい、オッケー、食事オッケー、ターの処方のグリフ、マジカをこの本質ルーン、あ、もう持ってるから渡せばいい、タワーの処方、シュン、まずは富士か、別にあのレベル50じゃなくてもデイリーは受けられますからね。タワーの処方のマジカ、マジカはマッコタワーのタデかな、違うな、ジェラだ、ジョラね、うん、ジョラマコタ、うん、テピューターの指輪とネックレス1個ずつ、指輪ネックレス1個ずつ、で、マジカの雫、雫だから回復薬だな、ね、こうあの集まってるわ、クラフト施設が分かりやすいんです、マジカだよね、マジカはオダマキ、紫草だと回復もしちゃおうかな。あ、そうだね。体力の雫になっちゃうね。紫草だと。じゃあね。種付け花。
これでいけるでしょ。これでデイリーのクラフト終わりだね。これを導入する。で今記念品のギフトがもらえるということです。これをやりたかった。今アニバーサリーイベントが2019年のやってますね。ギフトボックスもらいますと。7つ。ほい、ガチャ引きますよ。クリスタルジェラハトと外れ。ハンツマンの斧当たりかな。闇の一刀成功なペロパンガスなの。テルバンニのスタイルか。いやー、外れでした。残念。あ、デュルバックス。おお、ありがたい。お、いいじゃないですか。こっちは当たりだ。いや、いいね。よし。じゃあ、ね、今回のビルドの東方団の戦士と。これアップで、そうだ、ダイブアップまでいきます。さてと、今日はここまでね。ビルド紹介、ノルドのね、スタミナビルド、ドラゴンナイトのスタミナビルドか、東方団の戦士ということで、近接の両手武器持ちのね、まあ、DPS のビルドということで、まあ、やっぱ両手武器みんな持ちたいでしょ。こんな感じでやったらどうですかという参考になってもらえたらいいかなと思っております。ね、あとね、なんかこう、なんだろうな。私、こんなロールプレイ好きですみたいのがあればね、コメントなんかでくれるととてもありがたいです。なんかそれを、まあ、今度ね、エルスウェアが実装されるとですね、3キャラほど、新規にキャラクター作れるんです。だから今15キャラいるんですけど、私。まあ、18まで拡張できますと。で、まあもちろんね、ネクロマンサーね、一つ追加されますんで、まあそれで、まあ一枠は埋まりますけど、二枠あと、ございますんでね、なんかこんなロールプレイできるビルドが、欲しいなっていうのあったらね、なんか参考までにコメントいただけると、ちょっとそれで作ってみようかなみたいなこともあるかもしれないんで、ね、よろしければ、コメントの方、お願いします。というわけで、今日はここまでにいたしましょう。長時間でご視聴ありがとうございました。ね、次回は、またちょっとね、メインの3人をやったんで、まあ、サブキャラクターたちの。まあ、サブキャラクターですからね、個性豊かにしております、私は。あんまり DPS 的なものはちょっと望めないですけれども、ちょっとやってて面白いキャラクターではあるんで、皆さんもね、まあ、参考までに楽しんでもらえたらと。楽しめるキャラクターが生まれたらと、皆さんにね、そんな感じで、まあ今後も続けて15キャラ分載せていこうかと思っておりますんで、よろしければそちらのご視聴もね、お願いいたします。というわけで今日はここまで。お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。